皆さんこんにちは。今回はタイ嬉しの理由をやっていきたいと思います。棒銀で、まあこれは実況で刺しながら話してます。刺しながら話すパターンで最近動画を撮ってます。でこんな感じで棒銀で使っていって、まあ右四間飛車にする形もあるところですね。ここから、ただまあこの形だとちょっとこちらはその右四間飛車にする感じではないかな。まあ一回角道を開けておいて、この形を作るのが結構強いというか自分は好きで、こうやって銀を出ると角の利きを生かしつつ棒銀で攻めていくことができるので、これ結構もう刺さってるんじゃないかな。同銀で、同銀なら同飛車もあるんですけど、角で香車を取る手がありそうなので歩を追ってきたんですけど、これ同銀なりがありますね。同金同飛車なりで、あ、決まってしまった。